皆さんこんにちは。こんにちは。司会の高橋です。アシスタントの菊池ひとみです。さて、いよいよ始まりました、アクアフレッシュイメージガール、そしてミスキャンディのオーディション、決戦大会でございます。はい。この決戦大会で優勝しますとですね、サンスターアクアフレッシュのイメージガールとしてサンスターのコマーシャルにも登場できて、そして講談社ミスキャンディより、キャンディよりですね、ミスキャンディとして、はい、キャンディの表紙も出られるし、グラビアにもどんどん登場できる。なるほどね、すごいですね。そうです、もうですね、テレビ、ラジオ、雑誌、あらゆるメディアがバックアップしてくれて、デビューできるという。そして、デビューするところは、私が入っておりますサンミュージックプロダクション、はい、ここからデビューできる。もうとにかくこの決戦大会で優勝しますとですね、もうデビューまでのいろんな得点がとにかく得られるというわけでございます。すごいですね。さあ、それでは最終審査に選ばれた皆さん、早速登場してもらいましょう。どうぞ。東京を皮切りに大阪、名古屋、札幌、福岡、仙台と全国6カ所で地方予選が行われ、本日の最終審査には14名の方が選ばれました。約3万3000人の中から、14名、その中からたった1人が選ばれる3万3000人に1人のシンデレラ、選ばれた方は本当に、幸運な方です。今日はぜひですね、自分の個性を余すとこなく発揮して、頑張っていただきたいと思いますね。以上14名の方がですね揃いました。皆さん緊張してるでしょうけども、頑張ってくださいね。頑張ってください、はい。さあ、それではですね、ここで審査の方法を、ご紹介したいと思いますが、まず、第一次審査でございますが、第一次審査は、歌唱審査でですね、自分の得意な歌を、歌っていただきます。そして第二次審査は、プロポーション審査でですね、水着姿でプロポーションの良さを競っていただきたいと思います。はい。そして第3次審査、これがちょっと変わってるんですが、これはですね、どんな特技でもいいんです。もう自分の特技、モノマネでも何でもいい、それを、やっていただく。楽しみですね。そう、この3つの、審査を総合して、優勝者を決定するわけでございますが、それでは審査に当たっていただきます審査員の方々をご紹介したいと思います。はい。まず審査委員長、株式会社サンミュージックプロダクション代表取締役、愛沢秀義さんです。続きまして、アクアフレッシュのコマーシャルでおなじみ、女優の塩見悦子さんです。地方予選の審査もお願いしました。はい、作詞家の森ひろみさんです。サンスター株式会社広告本部次長、中川宗和さんです。そしてサンスター株式会社広告本部、上野義行さんです。講談社キャンディ編集部編集長でいらっしゃいます竹村義信さんです。そしてテレビ東京演出局第一演出部長、沼部俊夫。以上7名の方々でございます。審査員の皆様、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。ではこの爽やかな少女たちに酒井のり子ちゃんからアドバイスをしてもらいましょう。酒井のり子です。私もオーディションを受けて、それで、芸能界に入るきっかけをつかんだんですけども、その時はすごく緊張しちゃって、中野サンプラザで初めてあんな大きなステージに立ったんですけども、まあその時のライトの綺麗だったこととか、バンドさんがいてすごく緊張しちゃったこととか覚えてますけども、今日も皆さん本当緊張して夢が叶いたくてうずうずしてると思いますけども、本当前向きにニコニコ頑張ってください。それではいよいよ第一次審査に参りましょうか。はい、はい、ではご紹介いたします。